ラロシェットは、フランス、オーベルニュローヌ・アルプチー県、サボワ県のコミューン。ラロシェットは、シャンベリから約30キロメートル、グルノーブルから約40キロメートル離れたサボワ県の町である。ユルティエール連邦から急流となって、下り次に川となるジェロン川が町を横切り、北東のシャムーシュルジェロン方面へ向かう前に、ジュドロン川と合流する。 ジェロン側は18世紀に制作されたカッシーニ地図においてラロシェット側と明記された。ラロシェットの町にはコレージュ一行、小学校一行、保育園が2カ所ある。最寄りのリセはイゼール県のポンシャラにある。最寄りのスキーリゾートはルコレ・ダルバールでラロシェットから約20キロメートルである。ラロシェットいう地名は岩を意味するロッチに設備時のマイナスウェットをつけたものである。 したがって、ラロシェットとは、険しい要塞、または、岩場の路頭にあるものとなる。コフランス語でロッチは、岩の上に建てられた城であり、ロッチは、ラテン語とガリア語のロッカに由来する。13世紀に村について言及され、1233年には、ロッシェラ、その後1252年には、オペットルーペキュラムとなった。アルピタン語では、コミューン名は、 コンフラン初期法でラ・ロセタと書く。1923年頃に撮影された駅1895年から1932年まで街にはメーターゲージの二次鉄道トラムのポンシャララ・ロシェット・アルバール線が停車していた。標準機に転換され路線は1988年まで商品サービスを提供し続けた。参照もと 1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。